現行ルートでの整備を促進するという点、それからスピード感を持って取り組みを進めるという点について確認する必要がある。それが確認できれば、この同盟会に加入して入っていただいて、一緒に整備を促進していきましょうというのが、おおむねの方向であったかなというふうに思っております。大村知事が規制同盟会に加盟している沿線の都府県から意見を聞いたところ、加盟に賛成の意見が多く上がった一方、現行ルートでの整備を促進する点を確認する必要があるという意見も寄せられました。このため大村知事は、現行ルートでの整備を促進するかどうか静岡県に文書を送り、意向を確かめる考えを明らかにしました。